リスカや OD や機種燃料を主治医に伝えるべきか相談したものです。一般的に精神科医はリスカや OD や機種燃料を伝えられたらどのように言いますか怒られますか増田先生はどのように対応しますか主治医とは少しずつリスカや OD を我慢できた成功体験を増やそうと話していたので、何と言われるのか不安ですと。 うんまあ、何と言われるかというか、元々のリスクや OD をするっていうのは、何かの原因があってリスクや OD をしていると思うので、基地燃料もそうですよね。だから、それが鬱の悪化なのか、何なのかっていうことだと思うので、まあ、な,んなんで調子が悪くなっているのかっていうことを聞きますよね。で、その調子が悪くなっている原因っていうのを一個一個解決していくっていうことですよね。 で原因があんまりはっきりしないとか、家族のトラウマだとか、まあ、そういうものがあった場合は、やっぱりこう、一進一退するっていうことは、まあ珍しくないので、まあうまくいってたけど、また戻っちゃったね。じゃあまたもう一回ねあの、トラウマの問題を向き合ってみようねっていうことになるかなと思いますね。まあ,あの大丈夫ですからね。はい